ちゃ眠い、ほんまにやばい。昨日2時ぐらい、やっとデカフェに入ったと。そう、あれ、コインランドリー長すぎて、あの、プロも入らなかったし、寝たら3時過ぎや。 YouTube してたけど4時半とか全然寝てない。なんか今日から佐賀ですけれども、はい、頑張ろう、楽しもう、頑張ろう。ルイ君目晴れてんな、いつも見て、やばいやろ、目晴れすぎやろ。はい、君、おはようございます。おはようございます。今日はどうでした？え、ほとんど寝てない。寝てないけど。しかも倍寒かったし。ほんまに？うん。めっちゃ寒かった。うん。元気やな。え？電車今から。そうやな。いい顔ね。電車。でも乗り換えないから。うん。寝るわ。え、ごめん。でない。もう。一緒に飲み。うん。寝た？全然。今日は起きてみたいな。全然寝れへんかった。入った時間も遅すぎたな。コインランドリーまたか。とりあえずシャガー行くか。ああ。かまそう。うん。かまそう。はい。出発します。さっきここ着いたと思ってんけどな。次は佐賀に行きます。イエス。えいへい、駅まで見てね。佐賀までいくら？2130円。佐賀まで2130円。電車でこんなん使うの初めてや。ある？そんなボタン。佐賀、佐賀の方があんまり。すごい、初めて。え、すが初めてです。カチカチ釣り場がなんか公園の家。ほんまやか。あれみたいな遊具。遊具あーざる。ポケモンいますか？え？ポケモンいる？ポケモン、当然ないです。ポケモンはいない。これ音入ってますか？いや、長時間停止した後プシャーンっていきなり行って、中の空気が全部変わった。気圧が、耳がやばい。あと俺顔むくんでるから。さっきの動画見て顔むくんでる。耳痛い。いや、長崎駅からトンネルを抜けただけでこんなところです。塩のどか。到着、佐賀駅到着。めっちゃ時間かかったぜ。2時間50分。ウェーイ。はい、佐賀駅到着。ここでやりまーす。ヒーハー、暑っ。ヒーハー、ミミズがいっぱいいます。しかも暑すぎてさ、全部干からびてる。そう、かわいそう、水あげたくない。はい、佐賀駅前ストリート。はい、2曲で、はい、終わり。そんな軽い感じじゃないよ。ちょっとこの場所できないですね。違う場所探しましょう。はい、でも結構聞いてもらえたんでね、後には繋がるかなと思います。猛烈なスコールの後差し込むスイサンシャイン、シャイン。大胆なドリーマーでもそうそうはない。雨で臭いもんな。カバグタイ、腹が舞い。これ見えてるかな、画面に。雨めっちゃ降ってます。でもなんか匂いがめっちゃ臭いな、嫌いな匂いする。カタツムリ死んでそうな匂い。ミミズ、さっきの日から見てたやつ生き返るんちゃう。これ雨ってなんでこんな臭いの？こんだけ汚いところだよね、雨って。そうしない。蘇生機に向かいます。これ飲んどるやつやばいよ。
なんでこんなに人多いねん。あの駅前全然おらんかったのに。お座席を確認の上ご利用ください。乗り遅れ組です。乗り遅れというより満車満員すぎて2両しかなくてね。で入らへんから、 あんだけ平均前人少なかったのにどこから出てきてんっていうぐらいホームパンパンなぐらい人がいたんですけど、来た電車がまさかの2両ね。乗れんくて乗れなかったですね。次乗ろう次乗ろうって言って、うん、あ次行けるから大丈夫やと思ったら次来るのがだいぶ先ですね。20分後ぐらいです。御堂筋の乗りやった3分後ぐらいちょっとミスったな。2人先に行かれてもらったトス。な見といてもらいましょう。場所探して頑張ります。イエーイ。はい。来ました、来ました。トスに来ました。イエーイ。今からポケモン GO でのスポットになってるなんか人が中央公園がいるあるらしいんで一回行ってみます。ポケモンゲットだぜ。中央公園に来ました、来ました。なんかステージあるぞ。ポケモンがおんの？レクザ？はい、なんかポケモンしに来てる方がなんかちらほら。うわあ。これいけるかこれ？あのステージやるしかないな。あのステージでやるか。一回だけやる。やる？一回。え？ポケモンここ有名なところらしいけどなんかおった。おらへん。ポッポとこらった。てかまずそれが困った。これ見て。サガントス。知ってるかサガントスって。明日サガントスの試合、鹿島アントラーズ戦があるらしいですよここ。イエイ。イエイ。すげえよ。とりあえずでも今日できる場所探そう。でもここしかないですね。はい、鳥栖駅ここでやります。イエイ。もうビヨンで行こう。ビヨンで。ビヨンで行く。この機会に向けて明日頑張ってください。明日頑張ってください。パインの旗立てる？ストリートナウです。ストリートライブの旅を進んでいっております。最後はパイナップルの選手沖縄に向けてということになっております。まだまだ頑張ります。1曲だけでもいいので聴いてほしいなと思います。ぜひ僕たちのオリジナル曲が入った CD、ファーストシングル食欲4曲2000円で販売中です。ぜひこの機会に一番手に取っていただきたいなと思います。あの時トスでゴールデンパインパイナップル見て、はい、路上ライブちょっとねかなり遅く時間になっちゃったので一旦今日はこれで終了いたします。 CD30 枚はしっかりね届けることができました。明日ちょっと早い時間からやってあと70枚しっかりねこのコースで届けていきたいなと思います。皆さんありがとうございました。はい、トスストリートありがとうございました。まあ、ツイキャスも終わって今から、ネットカフェ向かいます。どうする？